ジラフを用いて組織の中でどのような特性の持ち主が活躍しているのか、あるいは組織全体を見渡した時にどういった特性の持ち主が不足しているのかをまずは把握し分析いただくことをお勧めしています。その上で採用の戦略を練ったり人材の配置を考えたりすることが大切だと私たちは考えています。